ではさ、クリスタルでストーリーができてさ、で、シックスでクリスタルが壊れて、最近なんか、いや、最近なんかね、ユーロのストーリーだったじゃん。最近なんか戦争っぽいストーリーだね。戦争っぽいっていうかさ、まあやっぱ、もうさ、ファイナルファンタジーは追いかけてな、追いかけなくなったよね、みんな。俺もさ、もう相当前に、だいぶ前に見かけたけど、ファイナルファンタジーは。俺も15までやったよ。16になったらだってプレステ5がねえんだもん、できねえんだもん。やばいね。だからやっぱ、ループでゲームやらなかった。やってるよ。ゲームやってるよ。それともファイナルファンタジー昔のやつ、スイッチでダウンロードして。ああ、なるほど、ね。2初めてやった。あ、ピクリマ。ピクセルリマスターね。ファミコンみたいな、当時のやつ。死ぬの面白い。なんかレトロゲームみたいな。昔のやつやつ。あとゼルダ。新しいのむずいよね。俺も新しいのやったけどさ、すげえ難しくてさ、途中で俺もダウンした。100時間ぐらいやったけど、いまだになんかよう動かし方がよう分かってないから。いや、接続するのは大変じゃねえ、もう。別にマリオパートみんなでショーしたの。誰がマリオパート難しいな。いや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 ストップ今更やりたくねえけど。ストップ今になってやりたくねえ。いや俺も変えてて。中パンチと中キックいらないな。高見昭和とでもダントツで岡が強かったね。岡転校生なんだけどさ、